大学は大学共通テストボーダー得点率が 80% なんだって。これは厳しいな。え、 80%? あの子が 80% も取れるわけないじゃない。はっ、今度はどうしたの。外国の共通テストボーダー得点率は 83% なんだって。さすが外国だな。ふん、外国の情報とかいらねえから、早く娘の行きたい大学について調べなさいよ。チャンネル登録よろしくお願いします。あれ、でも確かお父さんはセンターで7割だったわよね。どうやってボーダー得点率 83% の外国に受かったのよ。二次試験で頑張って何度か受かったんだよ。は、8割ぐらいあったぞ。いや、厳密に言えば8割弱だったかな。あらん、8割弱って言ったってどうせ内情は7割強なんでしょ。ちょっとあなた、同じ難易度って言われている我々工業大学の共通テストボーダー得点率は 70% なんだって。三角三角工業大学に至っては共通テストボーダーが 63% って書いてあるわ。都内国立丸々大の 80% よりこの2つの大学の方が入りやすいんじゃないの。国立受験はセンター得点率だけじゃないんだよ。二次試験との相性とかもあるんだよ。共通テスト得点率について娘に話しました。やはり都内国立丸々大は厳しいかもしれないよ。共通テストで 80% も取らないといけないんだよ。お父さん、でも8割なかったんだぞ。そうよ、あなたのお父さんなんて浪人ってやっと7割だったの。現役の年なんて5割あったかどうか。じゃあお母さんは何パーセントだったの。え、お母さんは私立大学だから、私立大学だからどうかしたのか。とにかく難しいから都内国立丸々大は考え直した方が。大丈夫だね、共通テストで8割取ればいいんだよね。まあそうだけど。いいねボタン、コメント、いつもありがとうございます。